ミネグモは海上自衛隊の護衛艦。ミネグモ型護衛艦の一番艦。艦名はミネにかかる雲に由来する。日本の艦艇としては、旧海軍朝潮型駆逐艦八番艦。ミネグモに続き二代目。ミネグモは第二次防衛力整備計画に基づく昭和40年度計画2100トン型護衛艦2204号艦として、 三井造船玉野造船所で1967年3月14日に寄港され、1967年12月16日に浸水、1968年8月31日に収益し、第一護衛隊軍に直轄艦として編入され、呉に配備された。以後、除籍されるまで一度も総幹部を転籍することなく号、母校とする。 1969年4月25日、第1護衛隊軍令下に、第22護衛隊が新編され、同日付で収益した、夏雲と共に編入。なお、両艦は除籍されるまで30年間同一の隊を編成した。1981年11月24日から1982年5月12日の間で特別改装工事を行いご看板の、 ダッシュ装置を撤去し、アスロック発射機を装備。1982年3月27日、第22護衛艦隊が第2護衛隊軍令下に編成がえ。1986年3月19日、第22護衛隊がクレ地方隊令下に編成がえ。1995年6月11日午前8時30分頃紀キー道で試験公開中に、 機械室で火災が発生し、乗員1名が死亡、2名が負傷した。同年8月1日、練習艦に種別変更され、艦席番号が TB-3509 に変更。練習艦隊第1練習隊に編入。1999年3月18日、除籍。総工程は67万4753.1回入りであった。 ABC 海上自衛新聞、1999年4月9日、第1面、ミネグモ、夏グモ自衛換機を返納、海上自衛隊ニュース、世界の感染第501号、解任者、1995年9月、158ページ。ありがとうございます。